2019年3月2日土曜日、臨海副都心お台場です。正面に見えるのはレインボーブリッジと呼ばれる橋で、その先には、東京タワー、初代の東京タワーですねが見えています。土曜日となると、この辺りは、家族連れや、いろんな友達として遊ぶ場所となっています。レインボーブリッジ自体は、1990年代の、日本のバブル経済時代に作られたもので、お台場といえばレインボーブリッジというようなもので、夜などは、まさに七色にライトアップされたりしています。Thank you.